おはようございます。本舗藤丸と言います。いつもご視聴ありがとうございます。今日は2月の1日でございます。まあ2月入って初めてね、なんと、ヒゲちゃんとトラック YouTuber ヒゲちゃん、夜中なんですけどもね、グラすることができまして、今年初めてかな、ヒゲちゃんと会うのはね、楽しかったでーす。バンザーイ。ということでね、ヒゲちゃんと夜中のグラをしたという、ちょっとそういう動画、撮りましたんで、そちらの方ご覧いただきたいと思います。それではヒゲちゃんたっぷり、楽しいトークいろいろ交えて、いろんなねお話をしたんで、そちらの方ご覧ください。それではどうぞー。ビューっと、はーい、どこかな、ここは。今日、掛川に来ました。あれあれ、ヒゲちゃんじゃないですか。あ、ヒゲちゃん、あら、偶然、なんてことでしょう。ヒゲちゃん乗って乗って、ヒゲちゃん乗ってよ乗ってよ、ここ乗ってよ乗ってよ。ヒゲちゃん偶然、びっくり。今ね、動画撮ろうとしてね、ここにねセッティングしたばっかり。そんなベストのタイミングですか。いや、いいですね。クリしたな。ヒゲちゃんだった。おはようございます。ちょっとご無沙汰ぶりですね。今年でも初めてになるんですね。初だよね、今年ね。顔映ってません。カメラで顔映ってません。俺もそうか。フレームアウト。フレームアウト。いや、どうも久しぶりでございます。いいね、これ。あ、これはどこのアクションカムですか。どこかな。バタモン。バタモンで。見ても詳しくないですよ。何か俺もよく分からんけどね。カメラ越しで見てもなんかあれやな。老眼かな。いえ、なんか 4K って書いてます。なんか 4K も使えていろいろだけど。全然使ってくださいよ、これね。コーヒーありがとうございます。わざわざ買ってきてくれて。そういうことにしておきましょう。準備いいね。ね、ミルクの方がええかな。ああそうそう、これミルクが飲みたかったわ。はい、映ってるから。もう GoPro はね、分かんないんでね、多分映ってます。乾杯。はい、乾杯。そうそう、あのね、ヒゲちゃんにはこれ、これがね、あのぺったんこ。ああ、はい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 。またこれ四角いやつだけど。あ、え、これどうやって使うんですか。これが四角いやつ。これもう両面ベタベタ。あ、ほんまや。あ、ここにそうカメラを、うん、そう、これでもカメラつけたらあれやな。どっかつけてガラスに画面画面があれするんじゃないですか、これ。めっちゃつきますよ。だから両方つくんですね、これ。そう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 。あ、こういう感じでね。うん、どこでもつくけどね。で、汚れたら洗えば。へえ。洗ってます。これの丸バージョン。そう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 。へえ。プレゼントフォーユー。いただきましたこれ。プレゼントフォーユーね。GoPro とかこうペペペペペペっていろんなところに貼ってね。なんか取りまくりたいと思います。もうデコに貼ろうか、こうやってこうデコに。デコに貼ってこう、要は巻いとるでしょ、こうやってみんな。あれの代わりにこうデコに貼ってここで撮影。ね、湿気取るから取れるな。キャビンとかでもバーンってつくからね。へえ。どこでもめっちゃ綺麗。うん、あ、それマイク。ああ、こっちがマイクですね。あ、これ自分にこうピンでつけれるんですね。そうそう。へえ。撮影用で使って。あ、これ使えるようなら。ジャックが違います。何そのお家。ジャックが違いますわ。違うの。ジャックがちゃいますわ。これは本当のジャックと豆の木っていう。
かかってません。ガビーン。もうカットしとったらごめんなさいよ今。自分でガチョーンやっちゃう。いや本舗藤丸さんはね、私多分ねとチャンネル登録してくれたね、多分10人目ぐらいだと思いますよ。僕の半年前ね、まだ暑かったですね、あの時は。あの初めて、まだ駆け出しの頃にね、どこでどう見つけてくれたんかわかんないですけどね、僕にあのツイッターとかであのダイレクトでね、あのコメントいただきまして、おもろいおっさんが喋ってたんよ。それでね、まだ10人やそこらの時にね、まだでその日にね電話いただきましてね、でまあ暑い日でしたね、あれもまだ夏、僕は初めなんか7月やったんでね、暑い日にこう外で娘と遊びながらね、そう娘がね散歩中ってそうそう藤丸さんにね、うん、電話でこう最初もう速攻喋ってましたけどね、でその日ぐらいですよね、もうたまたまここでね、そうその日だったかな、うん、であれですわ、最初あの僕がツイキャスをね、やってはって、あらあら、ごめんで、そういうなんかもうテンパってもてね、あの自分の動画を撮るのを全く忘れとったっていうね。そういう感じの最初でしたけども、いやそっからね、もうでも会うのはもう5回6回ぐらいね、ここで、ね、大概ここばっかりですけどね、ここで会えるね、そうなんですよ、そんな感じで、いやー今日は偶然ね。そういうことにしてください。偶然びっくり、今日は偶然、偶然ね、僕隣の隣に止めてますよ。偶然本当偶然、いや打ち合わせなしで、どうも失礼します。うわ、いらっしゃー、よこいしょ、うわめっちゃ言ったりしてますわ、えいやすごいですね、運転席液晶がついてる。え、何それ。どういうこと。液晶がついてるじゃないですか。液晶って、え、なんかスマホみたいなのがついてますよ、ここに。スマホの画面みたいなのがついてますよ。僕のは、このアナログのメーターしかついてませんからね。あ、違う？全然違いますよ。こんなところにボタンついてないですよ。ボタンがついてるんですよ、ここに。俺もただのハンドルで、そしてハンドルカバーでしょ。いいですね、この、なかなかないですね、この茶色の色っていうのね。いや、そうそう、僕つけてないからね、つけ楽だよ、ある軽くなるでしょ、ハンドルがなんか握りやすいしね、そうハンドルがねこう軽くなるんですよね、滑り止めにもなるし、とりあえずヒゲちゃんが今日来てくれました。ヒゲちゃんです。もうなんかわちゃわちゃした動画になっちゃった。そうそう、ほんまヒゲちゃんです。何それ、あ、何それって言われた。俺チャンケさんがめっちゃやってくれるんですよ。僕全然やれへん、ギャグ。自分でやれへんけど、チャンケブログさんばっかりやってくれるギャグ。自分映ってないね。映ってる。自分を映す。はい。藤丸でーす。というわけで、藤丸さんのトラックにお邪魔しました。はい。どうも。チャンネル登録を最後の最後お願いしますね。行くよ、今年はガンガンブイブイ。覚えてね、頭だけ。こっから上ね。オッケー。